国鉄タム9100経過車は、かつて、日本国有鉄道に在籍した、私有貨車である。本形式と同一の専用種別である、多岐11800型についても本項目で解説する。タム9100型は、潤滑油添加剤専用の15トン石炭車として1967年3月20日に一両が、新潟鉄工所にて製作された。 本形式の他に、潤滑油添加剤を専用種別とする形式には、多千8650系、多岐11800系の2形式が存在した。所有者は、カロナイト化学であり、その常備駅は、神奈川臨海鉄道浮島線の末広町駅であった。タンク帯は高張力構成で保温材を巻き、薄鋼板製の規制が設置され、保護カバーをつけた電気式温度計を、 タンク対側面に装備した。二役方式はタンク上部にある積み込み口からの上入れ、突出管からの下出し式である。1979年10月より化成品分類番号93が表記された。車体色は黒色、寸法関係は全長は8 1 0 0、mm、トル、 全幅は 2532mm、全高は 3845mm、軸距は 4400mm、自用積は17.2立方メートル、自重は11.8トン、換算量数は、積車2.6、空車1.2であり、走り装置は2段リンク式、車軸は12トン長軸であった。1981年9月25日に廃車となり、同時に、 形式消滅となった。多機11800型は、潤滑油添加剤専用の35トン石タンク車として1968年7月23日から1973年4月9日に、かけて3ドット5両が、新潟鉄工所にて製作された。落成時の所有者は、全車カロライト化学であり、その常備駅は、神奈川臨海鉄道浮島線の末広町駅で、 あったが、その後常備駅は、千鳥線の千鳥町駅へ変更された。1989年5月に、全車5両が、日本石油輸送へ、名義変更され、常備駅は、名古屋臨海鉄道南港線の名古屋南港駅となった。タンク帯は、対抗性高張力構成で、厚さ 100mm のウレタン本材を巻き、薄鋼板製のキセが設置され、保護カバーをつけた。 電気式温度計をタンク体側面に装備した。二役方式はタンク上部にある積み込み口からの上入れ、突出管からの下出し式である。運用後売れタン保温材は高温での使用の際タンク体に腐食もたらすことが判明したため、1978年2月2日から1981年にかけて川崎重工業にてタンクから等を申請し、 保温材をグラスウール製のものに取り替えた。1979年10月より化成品分類番号93が表記された。車体色は黒、寸法関係は全長は 12,400mm、全幅は 2,600mm、全高は 3,860mm、台車中心間距離は 8,300mm、 事業席は35.0立方メートル、時長は18.7トン、換算量数は、席車5.5、空車1.8であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であった。1987年4月の国鉄分割民営化時には、全車5両が JR 貨物に継承されたが、2006年5月に、最後まで在籍した3両が廃車となり、 同時に形式消滅となった国鉄滝11800経過者に関するカテゴリーありがとうございます。